時計しか見てなかった。行こう。あ、間に合うかな。間に合いはするか。よし。博士のとこ行ってみよう。行けるはず。あ、いた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 。これで我が輩も有名人。いいか、なるべく大勢が驚くように記事を書いてくれたまえ。書いたけど、書いたけど。これで、翼竜のとこに行ったら飛べるはずだから、翼竜のとこに行って二郎さんのとこ行くか。全然わからんね、今日は。今日に至ってマジでわからんぞ。新聞記者前、あ、農園にも行けるんだ。新聞社前かな。そうだね、新聞社前に行って。ありがとう。へい、こりゃまた随分激しいのが来たね。最も凶暴な恐竜と言われているティラノサウルスに似ているんだが、まさかね。ちょっと似てるよね。そっか、バックナンバーは全然関係ないんだね。 DJ で遊ぶ。分からんですぞ、マジで。あ、シロだ。ほら、シロに迎えに来てもらったけど、シロはどうやってここまで来たんだ。分からない。白の向こう行きちゃった。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あれは怖い。近くにも恐竜には草食と肉食がいるのを今日まで忘れてたよ。どう違うの？牛さんは草食、もーって鳴くやつ。ライオンは肉食、ガオーって吠えるやつ。やっぱり肉食は怖いよね。と言いつつ、うちも今夜は肉だったりするけどさ。ははは、さすがにまだ被害は出てないけど、本当に大丈夫なんでしょうか。どうなんだろう。そうだ、ティラノサウルスの呼び名を決めないとね。あ、そこ違う違う、そういう問題じゃないと思いますけど。しんちゃんならあの恐竜をなんて呼ぶ？ティラノン恐ろしい特大、恐ろしさ特大号、スペシャル強そう、スペシャル強そう。あー、いいな、スペシャル強そう。スペシャル強そうにしよう。スペシャル強そう。こうして今回も恐竜のニックネームが決まったよ。いいな、これにしよう。いや、いい風呂だな。でね、しんのすけは今日は何して遊ぶんだ？父ちゃんとお風呂に入ってきたぞ。おお、それはよかったな。それでいいのか、ひろし。夜は外に出ちゃダメよ。ぐえ。よし、歯磨きだけしておいて。どうしたらいいんだろう、あれは。もう今日一日それで過ごすしかなかったのかな。昨日まではみんなどの恐竜が好きなんて言ってたのに、今日からは怖い怖いばかり、怖い怖いって話ばかり。でも本当に怖いから仕方ないね。そうね。あ、違う、しくった、しくった、その喉りはやばい。あれ、やっぱりティラノサウルスだよね。しんちゃん風に言ったスペシャル強さ。サブロ君どこにいるんだろう。大丈夫なのかな。あ、そうだ、おばちゃん、おばちゃん。
ここ。オッケー。そう、ヨヨコちゃんから。ボタン。よし。父ちゃんは昼間、活気があることはいいことだななんて言ったけど、恐ろしい恐竜が来たからみんなは騒いでたのか。そうだね。昼間の新聞社の前の道をスペシャル強そうが歩いていたらしいけど、全く気づかなかった。いかんいかん、こりゃ大スクープを逃したな。今日はどんな記事ができた？何もできてない。見て見て、うん、まあまあの記事だ。まあまあって言わないで。しんのすけ記者の記者の記事による新規契約数は48人。ただーす。ありがとうございます、うん、では放題。新しい恐竜、ちょっぴり怖そうだけど、近くに行ってみたらもっと怖かったんだ。今度はさすがに友達にはなれないよ。そうか。新しい恐竜、ちょっぴり怖そうだけど、近くに行って見てきたら、キネは意外に平気だったのよね。キネ、あの子が好きかもしれない。へー、あの怖そうな恐竜、やっぱり本物のティラノプサウルスっぽいけど、そもそも誰も本物に会ったことないから、レントゲン取らないとわからないですよね。ただあれよね、あれっぽい、あれっぽいってか、なんていうの、レントゲン取らなくても尻尾上がってないしな。恐竜がドカドカと走り回って、まるで運動会だな。ララコ好きなんだよね、運動会。明日一人でやろうかな。一人で運動会は悲しいで。一人でやったら虚しいだろうな。せやな。やめとけ。孤独です。よっ。あれ、恋してる。ティラノが平気なキネちゃん強い。ティラノにラブラブ？なんだって。あれはやっぱり十分満足なのでした。そこに博士いたな。博士、博士、何してるの？夜の恐竜もなかなか美しいぞ。見よ、あの可憐な姿を。見えないぞ。あれってどう見てもティラノサウルスだよね。しんのすけ風に言うとスペシャル強そう。ヨヨちゃんどうしてるんだろう。心配だな。今日はみんな出前を頼まないね。どうやったらまた新しい恐竜が、どうやらまた新しい恐竜が来ちゃったみたいだけど、まだちゃんと姿を見てないんだよね。気がついて外を見るともう通り過ぎた後でさ、まだ尻尾しか見れてないわけ。この店は恐竜を見るにはうってつけの場所だな。でもうってつけってどういう意味なんだ。うってつけるから、打って、うん、打ってつけるのだから、逆は買って取るか。どうなんだろうね。それにしてもこの星には本当に怖そうな生き物がいるでござるな。あんなのを 見たことなかったでござるよ。じゃあ寝ましょう。意外に可愛い寝顔してるな。せやろ。